春が死んだ。くるみに生きていることを思い出させるために僕は人間になった。誰？くるみさんの力になるために来ました。春じゃないもん。閉ざされた君の心、僕はもう一度君に生きてほしい。春は悪いやつだったんですか？このまま。春は全然分かってない。僕はくるみさんにひどいことをしたんだ。私、春の気持ちを分かってなかった。ごめんね春。近未来の京都で生まれた奇跡のラブストーリー。ずっと一緒にいてくれる？いるよ、ずっとずっと。春。